アサイ・シュトバーン伯爵は、ハンガリーの貴族、政治家。二度にわたりオーストリア・ハンガリー二重帝国の、ハンガリー王国首相を務め、特に再任時には、第一次世界大戦開戦に立ち会った。ドイツ名は、シュテファン・ティサ。1861年、ハンガリーの王子主貴族で15年にわたって、首相を務めたティサ・カールマーンの子として、ペシュトに生まれた。 1887年に国会議員になって以降、オーストリアとのアウスグライヒ体制とドイツとの同盟関係を維持すべく努力し、保守派政党である国民労働党を率いて父カールマン引退後のハンガリー政治を20年余りにわたって指導した。1903年11月3日、ハンガリー王国首相に任命されたが、 選挙での与党の敗北により1905年6月18日に辞任、ついで1912年から会員議長を務めた後、1913年6月10日に首相に再任された。ティサは保守派の首相としてあらゆる改革を拒否し、1914年8月の第一次世界大戦勃発に際しては、当初オーストリア・ハンガリーの参戦に慎重であったが、 結局賛成した。1916年、皇帝に即位したカール一世により、普通選挙制施行などの改革が提案されるとこれを拒否して対立。1917年6月15日に首相を解任された。そして1918年10月、大戦の敗北で二重帝国が崩壊し、ハンガリー革命が始まる中、彼は革命派の兵士によって殺害された。 1916年には、オーストリア首相、カール・シュティルクが在任中に暗殺されており、対戦開始時の二重帝国の両首相はいずれも暗殺による非合の死を遂げることになった。ありがとうございます。